こんにちは、ルチカール店長です。よろしくお願いします。今回はジャブスアルキビオの新作をご紹介します。こちらはね、ずっと人気のお素材なのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、デニム調の素材がマサッチョで登場しました。ではね、まずマサッチョの説明簡単にしたいと思います。はい、前から見ると普通のノープリーツのスラックスですが、両サイドにゴムが入っています。これでぐるりで 5,6 センチウエストが伸びるので楽ちんですよというところ。でこのパンツはね、サイドにゴムなので前から見ても後ろから見てもゴムのパンツを履いてるってことが分かりにくい。そこも特徴ですね。さらにウエスト、ここがちゃんとゴムがないのでウエストの修理がしやすいよということ。そして紐です。このようにね、紐がついていますので、冬場はね、ニットとかでウエスト隠すような着こなしをされる方、そんな場合は紐で調整していただく。そしてシャツインしてベルトを着用する場合はこの紐がね、邪魔になるので裏側から抜いて裏側で結ぶこともできます。そして最大の特徴がこのセンタークリースですね。通常ね、普通のスラックスはここにね、プレスでラインをつけますよね。このラインはだんだん消えていってしまいます。だけどマサッチョはここをね、細かなステッチで最初から留めてるので、クリースラインが永久に消えないということで、いつまでも綺麗な見た目をキープしてくれる、そんな特徴です。そんな形でとても人気なマサッチョモデル、今回ね、デニム調の素材です。どっちかというとブラックデニム系ですかね。今の流行りにぴったりです。結構ね、デニムの見た目でこういうスラックス、綺麗めに見えるパンツ、かなり重宝すると思います。実際ね、これも履いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。いかがですかね。どちらかというとブラックデニムから色落ちしたようなグレーデニムといった感じです。素材はもちろんめちゃくちゃ伸びます。全くストレスなく履いていただける。生地感は本当に合わせがしやすいので、一本持っておくとすごく便利だと思います。ジャブスアルキビオのマサッチョモデル、ブラックデニムバージョンです。ぜひお試しください。